これからですね、奥様のおばあちゃんをですね、買い物に連れてってあげる関係で、広島に行きます。で、広島に行くフェリーの時間をですね、ちょっと間違ってしまって、で、次の発が8時20分なんですよね。で、なんと2時間も待たなければならないという、本当にとんでもない時間の使い方をしてしまって、 で、ちょっと時間が空いたのでね、こうやってちょっと動画を撮ろうと思いまして、まあ、本当に、あのー、珍しくこんな何もする時間がないというね、えー、本当にそんな事態に陥ってるんですけれども、あのー、まあ、ちょっと時間つぶしにね、さっきコに行ったんですけど、ウィンナーのね、なん,なんかあの、スティックみたいなやつと、で、それからおにぎりと、で、それから飲み物とっていろいろ買ったわけですよ。 で、買って、お会計して、で、こうそのまま商品だけをね、こう渡してくるんですよね。で、あの、袋もらっていいですかつって、で、その後、まあ、袋を、袋代の3円をね、お支払いしたわけなんですけれども、あの、このね、レジ袋を有料化っていう、そのね、なんて言うんだろう、レジ袋はちゃんと俺は渡すべきだと思うんですよ。 で、レジ袋を有料化するっていう意味が全くわからないんだけど、まあ、そのレジ袋のその3円っていうお金を、そのどうしても集めたいから、そういう意味のわからないね、エコだとかどうとかそういうことを言って、あの、まあ、3円が欲しい人はレジ袋なんか使わないだろうという、本当に、 こう国民を舐め腐ったようなあ感じで、そういう綺麗事を言って有料化してるわけなんですけど、まあ僕は一応会社、あのエコなことをしてる会社ですので、そのいろんなね、観点からエコなことについては、それい、あの、総合的に本当にいろいろと配慮してやってる事業なんですけれども、このレジ袋ね、このレジ袋っていうのは、このゴミを捨てるときに、 絶対必要なんですよで。このゴミをまとめることっていうのが僕は本当に真のエコだと思ってます。っていうのが、このゴミ袋をの中にゴミを入れずに、この中のね、食べたもんだけ買って、じゃあそれどうするかって言ったら大体みんなポイするんですよ。で、僕の近くの、こう、ね、真ん中、道路の真ん中に色々植物が綺麗に剪定されてたりするでしょ。そしたら綺麗に剪定されてたら、なんか、 あの、よくわかんないけど、心理的にそこにゴミを置きたくなるんでしょうね。民度の低い人たちっていうのは。だからこう、ブワーってもうゴミがね、本当にいっぱい、その木の上にね、置かれてるわけなんですよ。じゃあ、そのゴミを誰が回収するんですかって話なんですよね。で、そのゴミをじゃあ誰かが回収しなければならない。ということは、おそらく市役所か役場とかが、 どこかの業者に委託して、で、その委託業者がそれを回収するわけなんですよね。じゃあ、その委託業者にそのゴミを拾わせる費用とか、そのゴミを処分する費用だとか、それはじゃあどうなるんですかっていう話じゃないですか。つまり、これは環境も破壊するし、経済も圧迫する。つまり、どっちにおいてもエコではないんですよ。 エコっていうのは環境も配慮しつつ経済的にも潤滑しなければエコではないんですよ。だからこんなね、環境のこと考えてるとかどうとか言って経済的に圧迫してるようなこのレジ袋を有料化するっていう取り組みに関しては何一つエコではないんですよ。 は、はっきり言いますよ。何のエコでもない。で、このレジ袋が、この CO2 を、あの、発生するんだ、どうこうだ、こうだって、そんなことを言ってる人は、本当に俺、頭おかしいと思うよ。あの、意味わかってる自分の言ってること。このレジ袋を、じゃあ作りましたと。これもうすでに作られてんだよ。レジ袋って。今から作りますじゃなくて、すでに作られてんの。レジ袋っていうのは。で、レジ袋も作られてるし、中の容器とかも全部パッケージとかも全部作られてんの。じゃあ、 このレジ袋を買わなかったら、何そのレジ袋はどうなるんですかじゃあそのレジ袋処分するときに、このレジ袋埋め立てするんですかこのレジ袋。これ結局レジ袋は、使おうが、使うまいが、処分するときは、燃やさなければならないんですよ。それをね、じゃあ使わずして燃やすんですかって話じゃないですか。レジ袋が大量に余りましたと。もうこれ処分しなければならない。じゃあそれは <laughs>、 あの、埋め立てなんかしないでしょゴミ袋を埋め立てするってって、それこそ環境破壊だから。で、それをどうせ、もう、役目がないんだったら、焼却して処分しなければならないんだから、これを、ね、多くの人が使うか使わないかっていうのは、はっきり言って環境には何の関係もないんですよ。ね。むしろ、このレジ袋をちゃんと有効に使って、ゴミをきっちりまとめて、きっちりゴミ箱に捨てましょうっていう方が、よっぽどエコなの。 ね、すべてにおいて、環境だけじゃないから、エコっていうのは。これ、こういう、この、このゴミ袋の中にあるゴミが、その辺に散らばってしまって、みんながぽい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 、レジ袋ないからぽい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 捨てて、じゃあそのゴミが、 それこそ海洋プラスチックゴミっていう風になるわけでしょそうやってぽい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 みんながゴミ捨てるから川で流れてって海に流れて、で、その海で粉々にちっちゃいね、ミクロンの大きさになってそれを魚が食ってって、で、そのマイクロプラスチックのゴミになって、あの、問題になってるわけなんですよ。で、その問題を防ぐためにもこういう風にレジ袋にちゃんとゴミを入れて、ちゃんとゴミ箱に捨てるっていうことが本当のエコなんですよ。それこそが一番大事なことなんですよ。 そのゴミをね、そのボランティアの人とか、あの結構拾ったりとかどうとかしてるけど、実際問題はボランティアじゃなくて、市役所とか、そういう役場とかが業者に依頼して、で、その業者がきれいにしてるんですよ、ほとんどはね。そんなボランティアだけではまかないないから。 だから、その、そのお金はじゃあどっから発生するんですかって言ったら税金でしょってなったら経済的にもそれ圧迫してますよねって話なんですよね。ご、一人、一人の心がけでこういう風にゴミ袋に入れてゴミに捨てるだけで済んだ話。そこには費用はかかってないんですよ。でもこれが、この中身のゴミをこうやって窓からポイって捨てることによって、それで多額の税金が使われるわけですよ。おかしいと思いませんかそれ本当にエコですか 全然俺はエコじゃないと思う。だからこのレジ袋を有料化する子にし、このレジ袋を有料化して、レジ袋を使わないようにさせることっていうのは、俺ははっきり言って環境破壊に、を推進してるに近いと俺は思ってる。むしろレジ袋は、どん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 配って、ちゃんと正しく使ってください。ゴミをきっちりレジ袋に入れましょうっていう、そういう風にする方がよっぽど環境のためだと思いますよ。 やっぱりその CO2 のね排出を防ぐっていうのも大事なことなんだけれどもそれよりも。 この地球上における植物の量を増やすとか、そういったことをする方が俺は絶対効率がいいと思うんですよ。CO2 を、あの、出さないようにするとか絶対不可能だから。じゃあ死ねって言ってんのと一緒だよ。こうやって今喋ってる、こう呼吸で吐いてるのもこれ全部 CO2 だからね。そんなこと言ってたら生活できないんですよ。だから CO2 っていうのは必ず生活する上では必ず出るんですよ。 そうじゃなくて、CO2 を、出た CO2 をちゃんと吸収できるように、植物をいっぱい育てること。で、その植物が、こう、どん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 開拓されて、伐採されたりとか、で、山火事とかで、 なくなったりとか、もういろんなことやってるでしょあのね、アマゾンの木がだいぶ燃えたりとか、もうそれが相当の環境破壊なんですよ。実際問題は。二酸化炭素を出すのが悪いとかどうとかじゃなくて、二酸化炭素っていうのをもともと自然から発生するものなんでね、それをちゃんと吸収して酸素に変える自然のメカニズムがちゃんとできてるわけなんですよ。だからその自然のメカニズムをちゃんとバランスよくするようにしましょうっていうのが本当の正しいエコーだと僕は思うんですよ。 ただ闇雲に二酸化炭素の排出が悪いとか、地球温暖化とか、そんなことじゃなくて、じゃあ我々にできることは何なのか、ちょっとでも緑を大切にしようとかね、植物を育ててみようとか、やっぱり自分に何かできることがあるんじゃないかなとか、そういうことを考える方が、俺はよっぽどこのエコに対しての理解を深める上で大切だと思います。ちゃんとした エコっていうのはどういうことなのかエコに、エコの実現にはどういうふうにする,するのが一番いいのかエコは環境だけじゃないです。も何回も言ってるけどね。環境だけではない。エコっていうのは経済も含むんですから。その自然を守るために多額のお金を投資するのもおかしいわけだから。だからちゃんとどちらも、環境も経済も両方が潤うようなことをしなければダメなんですよ。 だからこそ、リサイクルとかリユースっていうのは本当に大切なことなんですよね。だから、リバーズエコっていうのはこのリサイクルとリユースを両方やってます。はい。という感じなんですけれども、はい。まあ、これでね、ちょっとね、この動画を編集してたら、まあ、時間を潰せるだろうということで、はい。まあ、動画を撮らせていただきました。はい。皆さんが、 そうやってまた動画を見たいとね、言っていただけるのは本当にありがたいことだと思うんで、もう本当に感謝します。ありがとうございます。ということで、広島に行ってまいります。はい。コロナに気をつけたいと思います。それでは。